ケイダです。はい、2022年明けましてね、なかなかネタがないなと、遺跡ネタねなくて暇してましたらですね、なんと先ほど2つほど遺跡ネタが入ってきましたので、皆さんにお伝えしたいと思います。いや、さすが公式さん、いいタイミングでくれましたね。はい、1つ目のリリースがですね、名古屋グランパスの石田選手がですね、徳島ヴォルティスへ期限付き移籍っていうのが入ってきました。僕も本当石田選手も期待してる選手で、レンタル移籍なのでこれからもね期待するんですけどもね、石田選手はですね、本当気迫あふれるプレーで、ガッツもあって根性もあって、ガッツと根性一緒か、突破力もあってね、サイドバックもできて前もできる、フォワードもできるっていうところで、将来のね名古屋グランパスを支えてくれる選手なのかなと思っていた選手なので、ぜひねその徳島ヴォルティスに行ってね、もう完全移籍になっちゃったんですけども、杉森選手だったり、あと児玉選手ねっていうも一緒にいるので、本当3人でね切磋琢磨してみんなで成長してね、 J2 徳島ヴォルティスで活躍してほしいなと思っています。でね、この選手、石田選手、本当ねグランパス三好スクールから始まり、アンダー12、アンダー15、アンダー18、そしてトップチームというところで、生粋のグラ選手っていうところでね、もうねコメントにもね、もうグランパス魂がね満ち溢れていて、コメント読みましたか皆さん、めっちゃいいコメントを出していて、名古屋で始まり名古屋で終わるストーリーを叶えるために、徳島の地でぶっちぎってゴールまで突き進んでいきます、行ってきます、もう行ってらっしゃい、応援しますね。シンプルかつ魂のこもったもう素晴らしいコメント、 J2 徳島ヴォルティスでたくさん試合に出て、たくさん揉まれてムッキムキになってね帰ってくることをね、名古屋グランパスファミリーは期待してお待ちしております、頑張って。はい、そしてもう一つね、このリリースはね、皆さん最初見た時きっと、どういうことって思ったと思うんですけども、僕もね最初んってなったんですけど、ロアッソ熊本のターレス選手がですね、名古屋グランパスに完全移籍からのロアッソ熊本に期限付き移籍っていうところで、何のこっちゃと、まあ、どういうことかというと、グランパスが完全移籍で取ったんですけども、2022シーズンはレンタル移籍でロアッソ熊本でプレーしますよっていうことですよね。説明し直したのに分かりにくい、すいません。でね、この移籍どういうことかなーって話す前にですね、まずね、ターレス選手どんな選手か、こんな選手です。20歳でね、まだとっても若い選手なんですけど、まあ、国籍はブラジルなんですけどね、高校進学の時に来日していて、もう結構ね、数年間、長い間、日本にいる選手です。身長175センチ、右利きと、ポジションはですね、まあ、フォワードなんですけど、サイドアタッカーですね。で、左も右も両方できるのかなと思います。ドリブルも上手で、スピードもあって、股抜きとかも上手なんですけど、まだちょっとね荒削りなところもあったりと感じの選手なのかなっていう印象ですね。2021シーズンにロアッソ熊本で J リーグデビューしたんですけども、成績はですね、21試合でね4ゴール上げてるってところで、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。じゃあこの選手をですね、なんで今回ね完全移籍で取ってレンタルで出したかっていうところをね妄想したいんですけども、まあおそらくですよ、将来性のある選手ということで、今だとね、まあ移籍金もそんなにねかからないというところで、今のうちに完全移籍で取っておいて、でなんだけど2022シーズングランパスではコンスタントにね試合に出ることはまだできないですし、外国籍枠も使うと期待はしてるんだけども、すぐにグランパスというよりはまずはそのままねロアッソ熊本で今度 J2 にね上がったので、そこでねたくさん揉まれて試合に出て経験を積んでほしいなっていうのがあると思います。さらにこの選手ですね、おそらくですね条件が満たされれば帰化する選手なんですよね。なので J2 でねたくさん修行してムキムキになって、でさらにね帰化もしてグランパスに戻ってくるっていうのをね想像すると、とてもね期待も持てる楽しみな選手なのかなと思っております。帰化すればね外国籍枠も使わないので、新生児の実を食べた状態で戻ってきてくれる感じですかね、わからないとすいません本当に。はい、というところでそういった理由があるのかなっていうのと、あともう一つあんまり考えたくないんですけど、まあ、夏にねもし相馬選手とかが海外にね移籍しちゃうってなった時に、まあ、レンタルバックで穴埋めとしてね戻ってくるっていうのも考えられるのかなと思っていますね。舞ちゃんがオランダに旅立たれて、でシャベル選手もね満了で、さらにね石田選手もレンタルで出したというところ、相馬選手までね出ていってしまったら、あんなにねたくさんいた豊富なサイドの層もね薄くなってくるので、そういった意味でもね、相馬選手がもしですよ海外にね移籍しちゃった場合の穴埋めっていうのも考えられるかなと思っております。はい、どうなるかね本当楽しみですよね。ターレス選手期待しております。ターレス選手も頑張って、そしてムキムキになって戻ってきてください。はい、ということで公式からのね移籍リリース2本お伝えいたしました。はい、あとですね今回の動画でお伝えしたいことはですね、2022年度このケーダータイムをねどんな風にしていきたいかっていうことを皆さんにねお伝えしたいと思います。
だいたい基本的に2022年、まあ、J リーグシーズンが始まってやっていきたいことっていうのはこちらです。ドン。こういったことをね基本的にやりたいと思うんですが、その中でもね、例えばこのグランパスの試合の振り返りっていうところではプレビューはねちょっとやれない。プレビューもやって振り返りもやってたらもう廃人になっちゃうので、振り返りの方だけやりたいと思います。プレビューはしないんですけどもね、その振り返りの中で次の相手チームどこかっていうのを確認したりとかね、予想スコアをねしたりとか、そういった意味ではねちょっとね次の試合にも触れていくっていう形は取っていきたいと思います。でもう一つやりたいのがね、この同時視聴配信とか雑談配信っていう生ライブですよね。生ライブと一緒、まだ生とライブと一緒だね。ライブ配信だね。これね本当やりたくて、最近ねコメント欄とかにもね書いていただける方がいて、本当にそこでのねコメントと通してのやり取りとっても楽しいんですけども、ライブ配信でチャットを通してねやり取りできるっていうのもやっぱ魅力的で、ライブで皆さんと関わり合えるっていうの本当とってもやりたいと思っております。ただですね、これをやるには問題がありまして、今私のこのケイダーハウスがですね、ネット環境がお肉そ悪くてですね、今の状況でやるとですね、もうカクカクくるくるのオンパレードでね皆さんブチ切れると思うので、どんだけ優しい方でもね、ただその環境改善できるのがねおそらく2月には改善できると思いますので、それ以降ねちょっとねやりたいなと。特に同時視聴配信とかね、試合の同時視聴配信はね毎回じゃないですよ。毎回やったらねそれこそ廃止になっちゃうので。でですね、そう同時視聴配信はですね、割とそのグランパスの試合っていうのがあるから、それなりにね人もおそらく数人何十人集まってくれるのかなと思うんですけども、雑談配信はねちょっとね今の段階でやるっていうよりはもうちょっとねこのチャンネルが成長してからやらないと、なかなか悲惨な状況がおそらく思い浮かぶというか、誰も来てくれなかったり、まあ何名か来てくださる、もちろんね来てくださるとも思うんですけどもね、もうちょっとやっぱり雑談配信するにはね、このねチャンネルが成長しないといけないなというのを思っていますのでね、ぜひねまだチャンネル登録されていない方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、はい、その他にもねいろいろ、例えばなんかまだやったことないんですけど、ゲームのね FIFA22 でちょっとグランパスのチーム作って、現役グランパス選手、元グランパス選手縛りでねチーム作ってやってみたいなとかもね思っていたりとか、近いうちにねやろうと思っているのはですね、新春シャチ袋がもうすぐ届きますので、2万2000円もする、2万2000円でもなんだかんだでも2万5000円なんで、もうそれをねもう一人で開けるのはもったいないんでね、皆さんでねその開封動画をね共有していきたいなと思っていますので、お楽しみにしていてください。ではちょっとね動画長くなってしまいましたが、ケイダータイム今日はこの辺でお別れとなります。またお会いしましょう。ケイダーでした。